こんにちは、みずほマンスリービューです。この番組はみずほ証券のマンスリーレポートをもとにテクニカルから相場動向を分析し今後のポイントを探ります。解説してくださるのはこの方です。みずほ証券の中村克彦さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のテクニカルです。どんな視点からの分析になりますか？はい、夏以降の日経平均株価は、やや、上値が重たくなってきております。3ヶ月連続安という動きの中ですね、直近、踊り場、チャート上では三角持ち合いという動きになりつつあります。この三角持ち合いの突破口になる水準は、いかほどかということを分かりやすくお伝えしたいと思います。それでは9月の日経平均株価の動き、移動平均線とともに振り返っていきましょう。月初こそ上昇しましたが、その後は7日続落しました。短期から長期の移動平均線をすべて割り込み、およそ1ヶ月ぶりに3万5000円台まで下落する場面がありました。その後は戻り基調が続き、一時4万円に迫りますが、月末に大幅安となり、25日線や200日線のある3万7000円台後半で終える形となりました。さあ、中村さん、9月の相場です。振り返っていただいていかがでしたか？はい、9月に入りましてですね、日経平均は、日中値幅が広がりながらですね、上げ下げを繰り返しています。まずは9月下旬の自民党総裁選では、石破新総裁が選出されました。新政権への政局不安がくすぶりまして、9月末の日経平均株価は一時2000円を超える下げ幅となりまして、大幅安に至りました。月間騰落率では、改めて振り返りますと、2024年の1月に新NISA が開始されまして、8% を超える、大幅高となりました。7月の日経平均株価は、42,220円の最高値を更新。一方ですね、直近までの7月、8月、9月と3ヶ月連続安と、日経平均株価の、調整相場が長引いております。それでは10月はどう動いていくんでしょうか。詳しくはテクニカルビューです。先ほど3ヶ月連続安ということで調整相場長引いているよというお話でした。今後のこのポイントどこになってくるんでしょうか？はい、チャート上の節目を探っていきたいと思います。表をご覧ください。まず7月から9月日経平均株価は先ほど申しましたように3ヶ月連続安となっています。日銀の、追加利上げを機にですね、連続安となっているわけなんですけども、足元では先ほど申しましたように、新政権への政策不安等や、中東情勢の緊迫化等が、くすぶっています。10月、12月、はい、こちらの日経平均株価の節目ということで、足元、日経平均株価乱高下もチャート上では三角持ち合いを形成しつつあります。衆院選や米大統領選、日米での選挙はですね、金融政策、こちらが注目される中、チャート上の節目を、この後探っていきたいと思います。はい、では実際に三角持ち合いチャートで見ていきたいと思います。はい、こちらのグラフをご覧ください。はい、日経平均株価を6月から、今年の6月からお示ししております。日経平均株価、このピンク色の200日線を挟みつつですね、先ほど申しましたように3ヶ月近く踊り場を形成しております。ここからポイントで、通常三角持ち合いは上下に5回以上触れるとされております。はい、7回触れたり9回触れたりすることもありますので、揉み合いが長引くこともありますので、そこは注意しておきたいと思います。一方で売買代金です。8月の急落時に約8兆円、9月末の反落時に約 6兆円台と売買が膨らんでおります。三角持ち合いの形成中では売買が縮小して、上下に離れる際売買が増大すると言われておりますけども、現在この三角持ち合いを形成中に、株安時に、売買が膨らんでいる点、ここは、押さえておきたいと思います。はい、ではその売買代金直近の状況です。はい、お願いします。平均値を押さえておきたいと思います。東証プライムの売買代金を月間ベースで1月から9月まで並べておりますが、
注目点はこの今年の2024年の1月から9月までの1日あたりの平均が 4.5 兆円台となっております。9月の日経平均株価は実は乱高下はしたものの、売買代金はこの平均値の 4.5 兆円を下回っております。この手元グラフにはございませんが、10月に入ってもですね、実は東証プライムの売買代金は、年平均の 4.5 兆円を、下回った、状態が続いております。はい。続いて上下の振れの度合いです。なんかこう9月ボラティリティ大きかったなという印象もありますが。はい。はい、確かに今大沢さんおっしゃっていただいた通り、前日比の値幅はそれなりに、まあ、上げ幅、はい、下げ幅出たんですけども、うん、200日線からの乖離を抑えておきたいと思います。はい、チャートをご覧ください。まあ、実は7月から8月のこの、まあ、令和のブラックマンデーと言われた、大幅安がございましたけども、まあ、こちらのグラフにはないんですが、まあ、実は7月の高値が200日線から 15% 超の上方乖離。8月の安値は、200日線から 15% 手前までの下方乖離と、15% の乖離だった日経平均が9月に入ってですね、200日線を挟んで上下おおよそ 5% の乖離に収まっていることがご確認いただけるかと思います。今の 5%、200日の 5% 乖離の水準が39,000、ほぼ700円台。まあ、これは10月2日までのデータになりますけども、一方で200日線からのマイナス 5% 乖離が36,000円台でございますので、まあ、36,000前後から39,000の後半、この水準を上、ないしは下、どちらに離れてくるか、これを、まあ、見極めるのが10月以降の相場のポイントになりそうです。これもし仮に下に離れていった場合なんですが、はい、下値目処はどのあたりになりますか？はい、8月の日経平均株価は、急落したもののですね、年初来安値、2023年末値が 33,464 円です。まあ、33,400 円台と覚えていただいていいでしょう。はい、先ほど冒頭お話しした通り、200日線から 15% 手前で8月5日の安値が一旦売り一巡となっています。はい、要するに年初来マイナスも一時的、200日線からの 15% 乖離も一時的、仮に一段安となった場合、2番底を下がる一つの目安として200日線の 15% 乖離が 32,000 円台と、なっておりますので、まあ、32,000 円台から、33,000 円台、まあ、下げても一時的かという見方を押さえておきたいと思います。では今後の主なイベントを確認したいと思います。はい、まあ、目白押しでございますね。まずは10月、国内では衆院選、こちらが、まあ、27日になりますけども、その直後に、日銀の金融政策決定会合を控えております。11月にはですね、米国では大統領選挙、5日、翌、6日7日で、米国の、FOMC も控えております。まあ、G20 ともあるわけなんですが、12月の、1日には OPEC プラスも開催されまして、中東情勢が緊迫化する中で、原油価格の動きにも注目しつつ、まあ、10月の上旬から11月の中旬まで、国内企業の決算も目白押しとなりますので、場合によっては選挙の行方を、見極めつつですね、個別株での、業績主導の発行色の強い、相場が続くことも、想定されます。はい、では最後に今日のまとめをお願いいたします。はい、三角持ち合いのまず特徴といたしまして、はい、先ほど申しましたように、価格の振れは5回以上、売買はその間縮小いたします。今の日経平均に落とし込んでいくと200日線上下 5% ラインが一つの節目と、見られまして、上離れ下離れの、物差しといたしますと、2024年の平均 4.5 兆円台を大きく上回ってくるかどうか。一方で相場の方向性は3つございます。まあ、39,700-800円台、こちらを、上回ってくる。この800円台というのは9月の高値ですね。200日線の 5% 乖離もほぼ同水準になります。まあ、39,800円台上回り、売買伴いながらの 一段高、もしくは35,000円台での踊り場継続で、商いは縮小が継続、
一方で3万2000台202銭からのマイナス 15% で、まあ、2番底を、探る可能性も、含んでおきたいと思います。中村さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。みずほマンスリービューテクニカルでした。ご覧いただいたみずほマンスリービューいかがでしたか？画面下から評価をお知らせください。またチャンネル登録もお待ちしています。